ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙ー、前回の食中毒の解説の続きしてー。はいはい、うるさいんだぜ霊夢。そんなことより今日はお弁当持ってきたのよ。バカ。きゃー、カビだらけよー。霊夢、ちゃんとした弁当作って保管したのか？そんなことより私のお弁当がー。それじゃあ食中毒予防の解説パート2をするんだぜ。私のお弁当ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は食中毒予防について解説するぜ。一日に6回しかない私のお楽しみが。6回は食べ過ぎなんだぜ。前回は細菌、ウイルス、寄生虫に対する食中毒予防を解説したんだが、お弁当に対する食中毒予防も解説しないといけないんだぜ。今はピクニックの季節だから大事よね。というわけで初めはお弁当の食中毒予防を解説するぜ。この解説は農林水産省のホームページの情報をもとに解説しているんだぜ。お弁当の食中毒予防は3つあり、まずは食中毒の原因となるものをつけないことだぜ。お腹にいっぱい菌が入ったら痛くなるのよね。そうだな、菌などがお弁当につかないためには、まずお弁当をきれいに洗う必要があるんだぜ。マリサ、その前に手を洗わなくちゃ、汚い手でお弁当箱を触ったら汚いでしょ。そうだな霊夢。というわけでまずは手を洗わないとな。石鹸で洗うと手の汚れに潜んだ菌が洗い流され、さらに石鹸の成分が菌などの細胞膜に異常を引き起こして菌を死滅させてもくれるんだ。それは前回解説したわね、復習よ。それでお弁当箱を洗わないといけないんだ。お弁当にはいろいろ種類があるんだが、蓋のパッキンがあるタイプの弁当の場合はパッキンを外して溝も洗わないとな。あ、そこ全然洗ってないわマリサ。まったく霊夢ってやつは。そして乾かすときなんだが、まだ乾ききれてないときにお弁当の中身を入れると中の水分量が増え傷みやすくなるんだ。細菌は増殖の条件に水分が必要で、多く水分があると細菌が活動的になるんだ。昨日お弁当洗わずに、今日洗ってすぐ冷たから、お弁当がびちゃびちゃだわ。まったく霊夢ってやつは。そしてお弁当の中身を入れるための箸や調理器具、食材も洗っておくんだぜ。あとは可愛いシリコン製のカップも洗わないとね。私は可愛いもの好きだからいつも洗ってるわ。じゃあお弁当も可愛いものにするんだぜ霊夢。だって可愛いお弁当箱は小さいのよ。私は大きいお弁当箱じゃないと満足できないのよマリサ。はいはい、わかったんだぜ。それでシリコンのカップもよく洗うのもいいんだが、暑い季節のような食中毒になりやすい季節なら使い捨てのカップがおすすめなんだぜ。使い捨てなら洗い残しで食中毒にならないわね。次の二つ目は加熱することだぜ。お弁当で使う料理はよく加熱しておかないと、残った菌などがお弁当を保管している時に繁殖し、食中毒になる可能性が高まるんだ。そんなわけで卵は半熟ではなく固ゆで、火を通さなくても食べられるハムやかまぼこも加熱するんだぜ。生物はもってのほかね。そして盛り付ける時も注意なんだぜ。おかずの水分量が多いと、菌が繁殖しやすくなるのでおかずはなるべく水分量が少ないもの。もしくは汁気を切って水分量を少なくしてほしいんだ。それじゃあ揚げ物や焼き物とかの水気が少ないものばかり入れるわよ。全く別の病気になるんだぜ霊夢。それじゃあ冷たらすぐに蓋を閉めて。霊夢ダメなんだぜ。蓋をすぐに閉めたら具材の蒸気がこもって中の水分が多くなるんだぜ。なのでお弁当が完成したら蓋を開けたままにして冷めてから蓋をするといいんだぜ。今日は寝坊して急いでたから完成したらすぐ蓋してたわ。全く霊夢ってやつは。そんな時は冷蔵庫に入れて少しでも温度を下げたり、お弁当の袋に保冷剤を入れるのなんかがいいんだ。それで作り置きしたおかずはレンジなどで加熱するといいんだ。そして最後は菌を増やさないように保管することだぜ。知ってるわよ。外に置くときは日陰のあるところよね。でも影が移動するのよ。私のお弁当に移動してって影を動かそうとしても影が動かないのよ。いい運動になってよかったな霊夢。確かにお弁当を保管する場所が暖かいと菌が繁殖しやすい温度になり食中毒になりやすくなるんだ。そうならないためにもお弁当は涼しいところに保管するといいんだ。さっき解説したんだが、お弁当袋に保冷剤を入れる方法で菌の繁殖を防ぐ方法もあり、また保冷剤を入れるスペースがあるお弁当もあるから、これらをうまく活用してほしいな。それじゃあ最後はいただきますよ。待つんだぜ霊夢、手洗いを忘れているんだぜ。あ、忘れてたわ。って今日のお弁当は腐ってるんだったわマリサー。はいはい、そんな時はコンビニなどのお弁当なんだぜ。お店で冷えてるから安心なんだぜ。
コンビニはコンビニエンスね。そしてマリサもコンビニエンス。私はコンビニの ATM じゃないんだぜ。それでお弁当を食べるときに変な匂いがしたら食べるのをやめるんだ。もう食べれない状態の可能性が高いんだぜ。私は嗅覚が敏感だから大丈夫よ、くんかくんか。それでこのチャンネルでも、食中毒予防になる食品をいくつか解説したよな、霊夢。そうね、ちょっとでも食中毒を予防したいわ。次は食中毒予防になる食品を解説するぜ。まずはお酢などのクエン酸が含まれている食品なんだぜ。お酢、クエン酸が食中毒予防になるのね。そうなんだぜ、お酢に含まれている酸っぱい成分であるクエン酸が菌の増殖を防いでくれるんだ。効果を発揮してくれる菌には、黄色ブドウ球菌や病原性大腸菌 O157 があるんだ。そんなためお弁当にクエン酸が含まれている、梅干しをお米に乗せるといいんだ。日の丸弁当よね、梅干しはすごく酸っぱいから梅干し1個で、ご飯1合いけちゃうわ。霊夢はおかずなしでいいんだぜ。お酢を使った場合もいいんだが、お弁当箱がぐちゃぐちゃになるかもしれないので、私は梅干しがおすすめだな。それで暑い夏には梅干しはおすすめなんだぜ。酸っぱいから暑くても食べやすいわ。そうだな、それに酸っぱい刺激によって唾液や胃液の量が増え消化が良くなるんだ。そして食欲が増すので、食欲が湧かず栄養不足になりがちな暑い夏にはクエン酸が含まれている梅干しなどの食品を食べてほしいな。次はわさびなんだぜ。わさび、ツーンとして美味しいわ。わさびにはアリルイソチオシアネートという、鼻を刺激する成分が含まれ、この成分が菌の繁殖を制御する働きによって、食中毒を予防してくれるんだ。それでこの成分は揮発性が高いので、お弁当箱の中に入れるとお弁当全体に作用が働くんだ。わさびの香りが好きな人は入れてみるといいかもね。ただしこのアリルイソチオシアネートは熱に弱いので、加熱すると効果が弱くなるんだ。なので生のままやおかずに混ぜたりなどしてほしいんだ。私はわさビーフをお弁当にするわよ。これで食中毒にならないわ。食べてすぐ寝て牛になるんだぜ。次は唐辛子だな。唐辛子ファイヤー。唐辛子には殺菌作用があり、この作用によって食中毒を防いでくれるんだ。こういった効果があるため、食べ物が傷みやすい暑い地域では唐辛子を使った料理が多いんだぜ。確かに本格的なインドカレー、中国の四川料理、激辛ファイヤーよ。でも甘辛じゃなくて辛口でないと強い効果を発揮しにくいので、辛いものが好きな人向けの対策になるんだけどな。私は暑い夏を過ごすんだから辛口じゃなくて激辛よファイヤー。もしお弁当に入れるなら、唐辛子を使った夕飯のおかずを入れる感じかな。私はピリ辛らっきょうを入れるわ、ご飯が進んじゃう。確かにご飯が進むな、唐辛子の殺菌作用はカプサイシンという辛味成分のおかげであり、この辛味によって胃や舌が刺激されるんだぜ。じゃあ食欲倍増ねえ。そうだな、なので食欲が湧きにくくなる夏には唐辛子はおすすめだな。また唐辛子の発汗作用によって汗をかき、体温を下げてもくれるので、こういった点でもおすすめなんだ。暑い夏は唐辛子でもっと暑くなるわよ。と、食中毒予防になる食品を解説したんだが、これらをお弁当に入れたら食中毒を防げるというわけではなく、今まで解説した食中毒予防方法を行って、さらにこれらの食品を入れると食中毒になる確率を下げることができるんだ。入れても基本的な対策しないとダメなのね。皆も注意して体を守ってほしいな。それでマリサ、夏が終わったら秋よね。秋になったらキノコよキノコ。キノコ、キノコ大好きなんだぜ。まったくマリサキノコ好きで困っちゃうわ。でもマリサなら美味しいキノコが生えている場所わかるわよね。わかるんだぜ、魔法の薬が作れる毒キノコがあるところなら知っているんだぜ。毒キノコじゃなくて食べれるキノコよマリサ。まったく霊夢はやれやれなんだぜ。それじゃあ次は自然由来の食中毒に関して解説だな。細菌、ウイルス、寄生虫、これらは加熱すると死滅するんだが、加熱しても分解されない有害物質を持っている食品があり、有名なものには毒キノコやフグなんかがあるんだ。フグもあるわね、死んじゃうわ。それで秋になるとキノコ狩りをする人が増え、狩られたキノコが売られたり、もらったりする人も多くなるな。そうね、秋はキノコ狩りのシーズンよ。でも野生の食べられるキノコと毒が含まれているキノコは、判別が難しくキノコ狩りに慣れている人でも間違える場合もあるんだ。そんなわけで農林水産省では、食用であると確実に判断できない野生キノコは、取らない、食べない、売らない、人にあげないよう、と注意を促しているんだ。食べれるかどうかわかんないときは絶対に食べちゃダメね。食べない選択は絶対に食中毒にならないからな。そしてフリーマーケット、オークションサイトで販売されているキノコも同様で、
食用と確実に判断できない野生キノコを食用として、販売、購入しないようにとも、農林水産省では発信しているんだ。いやあ、キノコ怖いわあ。でも安全にキノコを食べられる方法があるんだぜ、霊夢。どんな方法よ、早く教えて。工場で作られたキノコを買うことなんだぜ。工場のキノコは、特定のキノコだけを栽培していて、工場の外から他のキノコの胞子が侵入しにくいので、工場で作られたキノコは安全なんだ。マリサ、私は山や森で採れた特別なキノコが食べたいのよ。私の夢を弁償してちょうだい。どうせ美味しく料理して食べたらマリサ美味しいわあーあーってうるさくなるんだぜ。それでフグ毒も心配だな。フグ、肝臓とかに毒があるのよね。そうだな、フグの種類によって肝臓、卵巣、皮に多く毒が含まれていて、この毒はテトロドトキシンという毒なんだ。もし過剰に取り込んでしまうと、しびれや麻痺症状が現れ、やがて死し、全身に広がり、重症になると呼吸困難になり死亡するんだ。いやあ、怖いわあ。でも大丈夫なんだぜ、毒が多くない部位を食べられるようにうまくさばけば安全に食べられることができるんだ。それでフグの調理師免許があり、免許を持った人にさばいてもらうと、安全に食べることが可能なんだ。また養殖物のフグはテトロドトキシンが含まれていない餌を食べさせているので、毒が少ないんだ。なので養殖物のフグを、調理師免許を持っている人がさばけば、安全性が高くなるんだぜ。ちなみにフグ毒による死亡事故のほとんどが、素人によってさばかれたフグによるものなので。フグは素人がさばいたらダメなんだぜ。じゃあフグを丸ごと食べてもダメなのね。ちゃんとした人に調理されたものを食べるんだぜ霊夢。それで霊夢は山菜とか取るのは好きか？私は美味しいものなら何でも好きよ。確かにそうだったんだぜ。山菜を取るのもいいんだが、道に生えている草の中には毒が含まれているものがあるんだぜ。そうね、トリカブトとかが有名だわ。そうだな、トリカブト以外にも、名前が有名でない雑草に毒がある場合もあり、草の見極めが甘い素人が山菜やヨモギを取って、そのまま食べて食中毒を引き起こす場合もあるんだぜ。またこのチャンネルでは毒ダミなどの、日本で自生しているものを使った食品を解説したんだが、これらも自分で取って違う草も一緒にお茶にして、食中毒を引き起こす可能性があるから、私はお店で買うのがいいと思うんだ。健康になりたいのに、体の体調崩したら本末転倒ね。それでマリサ、前回化学物質による食中毒ってあったじゃない、化学物質も怖いわ。そうだな、化学物質の食中毒には、重金属、農薬、食品添加物があるんだ。それで前回解説したヒスタミンによる食中毒も化学物質による食中毒に当たるんだぜ。重金属の食中毒といったら鉛よね、昔は鉛中毒の人が多かったって歴史のゆっくり解説で知ったわ。そうだな、でも現代は科学の発展によって鉛の毒性がわかり、鉛を使った製品が少なくなっているんだ。そんなため、鉛中毒に怯える必要はないと思うんだぜ。私が注意してほしい重金属による食中毒は銅なんだぜ。銅って、栄養素の銅よね。そうなんだ、銅は栄養素になるんだが、過剰摂取してしまうと、吐き気、肝機能障害、神経障害、精神障害、関節障害、角膜障害が引き起こる可能性があるんだ。どうってそんなに摂取しちゃうの？10円だなんて美味しくないわよ。霊夢ならバリバリ食べそうなんだぜ。実は金属でできた水筒に酸性の飲み物を入れると銅が多く溶け出し、その飲み物を飲むと銅の過剰摂取になってしまうんだ。え、溶けちゃうの？水筒は内側がコーティングしているんだが、内側に傷がつきコーティングが剥がれてしまうと、そこに酸性の液体が銅を溶かしてしまうんだ。酸性の飲み物には、スポーツドリンク、乳酸菌飲料、果汁ジュース、炭酸飲料などがあり、水筒だけでなく、夜間でも危ないんだ。夜間も金属だから見落としちゃうわ。そして古い金属製の水筒や夜間は、傷で銅が溶け出しやすくなっているので、買い替えないといけないんだぜ。実際に、夜間にスポーツドリンクを入れて飲んだ高齢者が、吐き気、嘔吐を発症した事例があったんだ。他には夜間に乳酸菌飲料を入れて、子供が飲んで吐き気を催したこともあるので、金属製の水筒や夜間には、酸性の飲み物を入れない、古くなったら買い替えるようにしてほしいんだ。夏は注意したいわね。それで次は農薬だな。農薬いやあ、怖ーい。まったくネット上には霊夢みたいなのがいっぱいで困るんだぜ。日本の農作物に使われる農薬は人体に対して危険性が少なく、また使用量に厳しい規制があり、時間が経つと分解されるような安全な農薬を使用していることが多いんだ。
アップ主は農業をしていた時期があったんだが、ガンガン農薬使っていても調子を崩すような人はいなかったんだぜ。でも日本のは安全でも海外のが心配だわー。中国の毒餃子事件覚えてるわよー。そんな事件があったな。その事件は2007年の7月に千葉県で餃子を食べた人が体調を崩し、餃子の中に農薬のメタミドホスが高濃度検出したというものだな。この事件は結局、仕事に不満のある従業員が農薬を混入させたことで発生したことが判明し、食べ物の生産の過程ではなく、人為的に混入されたものだったんだぜ。それで人為的でない農薬がいっぱいあったものってあるの？実は今年の4から6月の間の輸入食品などの食品衛生法違反事例が厚生労働省で公表されているんだ。それで4から6月の違反事例の件数というのが、やっぱり安全のために頑張って0件よ。194件なんだぜ。いやー多いじゃない。この食品衛生法違反の事例は、基準値以上の農薬、食品添加物、細菌、カビが含まれていたり、日本では販売してはいけない食品があった場合違反となるんだ。食品衛生法は食中毒などを未然に防ぐために、食品の安全性を確保するための法律なので、危ない物質が多くある食品が違反となるんだ。そんな全部農薬関連というわけではないんだぜ。例えばどんなものが違反になってるの？いくつか事例を見ると、中国から安全性未診の遺伝子組み換えの乾燥パパイヤ茶の代用品があったんだぜ。遺伝子組み換え怖いわマリサー。またスイスからのフルーツブランデーから、基準値以上のメタノールが検出されていて、そしてアフラトキシンというカビが作り出す毒が、基準値以上の食品もあったんだぜ。ちなみにほとんどの食品に対し、廃棄、積み戻し等が指示されていて、食卓に並ぶことはないんだ。こんなにいっぱい検出されたら怖いわマリサー。霊夢、私はそうとは思わないんだぜ。多くの食品衛生法違反の食品が食卓に上がらないように、検査に携わっている人が食い止めていると思っているんだ。もし検査が甘くて通ってしまい、食中毒が引き起こったらネガティブニュースが大好きなマスコミが大々的にニュースにするけど、そんなニュースはほぼないので、裏で頑張って働いている人がいることを忘れないでほしいな。それで最後の添加物である人工甘味料なんだが、時間が長くなったので、解説してる動画を見てほしいんだぜ。解説放棄したわよ。それじゃあ霊夢のお弁当を洗わないといけないんだぜ。そうだわ、マリサがお弁当作ってくればいいじゃない。自分で洗うんだぜ。カビカビ、俺を洗うなんてなんてひどいことをするまんじゅうなんだ。いやーカビよ、カビカビしてるわ。霊夢が後処理するんだぜ。俺を食べろカビカビ。じゃあ私はグルメなのよ、美味しいカビなら食べるのに。チューチュー。あ、チューチューよ助けて。チューチューチュー。うわーなんだこのチーズは。ブルーチーズカビです。あ、不思議なチーズでカビがブルーチーズカビになったわよ。美味しそうなんだぜ。でもこっちのまんじゅうの方が栄養あるからこっちにカビカビしたいな。いやー私に栄養なんてないわよー。霊夢は栄養たっぷりなんだぜ。チューチュー。